はい、こんにちは、マイケル太郎です。本日はですね、無機化学のお話ですね。この時期ですね、無機化学、まあ無機化学は暗記だってよく言われますが、ですね、セミナー科学とか、まあ授業問題集とかですね、科学の授業問題集とか見て、まあ、無機暗記するだけやからその問題覚えたらいいよっていう人結構多いと思うし、言われてる人多いかもしれませんが、これ確かに一理あって、ある程度授業を聞いてたり、ある程度の無機の知識が残ってる人に関してはそれでいいんですが、それでもできない人いると思いますし、無機化学ほぼサボっちゃってほとんど何もやってませんっていう人いると思います。ではそういう人、どの参考書やったらいいのってことで、福間の無機化学とか、まあ、照井先生ですが、いろいろ無機化学の参考書ってあると思いますが、今日はですね、これをやれば共通テストの二次試験十分対応できるよっていう一冊をご紹介いたします。個人的にですね、無機化学はもうこの一冊で終了だと思っております。今日は使い方も含めて詳しくレビューしていきたいと思います。はい、ではまず今日のサマリーはこちらになります。まず一つ目ですね、まずはこの無機の、このですね、無機式の抑え方の本の紹介をした後に、まずは、まっさらですね、無機まっさらっていう人に対して、どうやって使っていけばいいのっていうお話をします。で、その次にこの問題集ですね、実は上級者にもすごい向いています。二次試験にもすごい対応しやすい問題集なので、その上級者向けの人にこう使ったらいいよっていうお話をした後に、最後はですね、今日から明日からもう今すぐ無機この参考書でやっていくぞっていう人にですね、超具体的にアクションプランをお伝えして終わろうと思っております。それでは行きましょう。はい、早速紹介していきましょう。これですね、照井式問題集無機化学知識の抑え方っていう、参考書になります。今日はこれをレビューしていきたいと思っております。もう一冊ですね、こっちがありますね。解放カードの方ですね、こっちもありますが、こっちは別に買う必要ないです。はい、その理由も含めて喋っていきたいと思います。これ一冊で本当に十分でございます。で、セミナーとかバケ銃とか、あれで覚えづらい人って何かというと、要はあれって問題だけでまとめがあんまりなかったりとか、まあ、一応セミナーとか、バケ銃ですね、各授業問題集まとめ前半についてるんだけど、あのまとめ非常に覚えにくいですよね。なんかいやポイントだけはギュッと抑えられてるんだけど、なんか理解しづらいというか、本当にもう丸暗記しなさいっていうのはまとめなので、理解がすごいしづらくて、なかなか記憶に結びつかないっていうのがあると思いますし、問題がすごい量が多くてしんどいよっていうのがあると思います。に対してこれはもう僕は科学、無機化学におけるフォーカスゴールドだなと思ってるんですけども、問題が24問しかないです。これを聞いて問題24問ちょっと不安だなと思う人いるかもしれませんが、問題は24問十分です。24問で綺麗にテーマが入っていて、その1問に対して詳しい解説がついています。で、詳しい解説といってもですね、まとめノートのような解説が書かれています。共通テストならば問題が解ければ結構いけます。まずこの問題集の使い方として、まずは問題を解けるようにしましょうという話から入って、でそこから解説をどこまで読み込んでいくか、解説のまとめ綺麗にまとまってます。本当に1問に対してですね、大体ですね、まとめが多くて 4,5 ページ、まあ、少ないものだと本当に1ページ以内に収まっている感じで、問題を解きますと。で、その問題、まずは問題の、空章を埋めるようにしますよね。で、そこはきちっとやっていただいて、じゃあその空章を覚えたね、じゃあちょっと少し広げていこうかって感じで、少し解説でレベルを広げていくって感じですね。だからまずスモールステップで、まずは問題を解けるように、次はじゃあ解説を少しずつ覚えていこうか。で、解説が本当に綺麗にまとまってるんですよね。例えばカルシウムとマグネシウムの熱水に溶ける溶けないとかいう話ありますよね。あれ結構難しかったりしますよね。なかなか覚えづらいと思います。ああいうのがですね、綺麗に表になっているんですね。すごい表が綺麗っていうのがこの参考書の特徴であります。本当に覚えやすいし、で塾とか予備校とか、まあ、学校の、まあ、科学の先生が良かったりした場合、そういう表をもらったりしてると思うんですが、そういうものがですね、この本には全て詰まっているので、あ、ちょっと塾行ってないよとか、学校の先生あんまりあったり良くないよって人ですね、これを一冊買うだけでですね、そういうまとめが手に入るので本当にいいと思いますし、今からやるとなっても問題数やっぱ、いっぱい解けないじゃないですか。だったら必須の24問、これきちんと本当に内容が抑えられて、24問だけで本当に共通テストレベルがきちんと網羅できるようになっていて、でそこから過去問を解くに従ってちょっとマニアックな知識とか、二次試験ですね、じゃあ二次試験で結構無機の論述が出るよ、例えばシリカゲルの論述が出るよっていう人、大丈夫なのそういうとこってなるかもしれませんが、シリカゲルの論述に必須な言葉だったりとか、計算ナトリウムの構造だったり、結構マニアックな部分まで結構書いてくれてはいるんですね。なのでまずは共通テストやばいよっていう人はどういう使い方をするかというと、まず問題だけをきちんと解く。でそこから余裕が出てきたらちょっとずつ広げていく。まあ共通テスト全くゼロだよっていう人、共通テストの過去問を解いてとか、実際センターの過去問を解いて全く解けなかったよっていう人は、まずこの問題集で問題だけを完璧にしてみてください。そしてその後に過去問とかセンターの過去問とか共通テスト実践問題集やってもらって、でその時に立ち戻ってくる場所ですね、まとめノートですから、この本がここに立ち戻ってきて、ああそういうことも書いてやったなっていう感じで、知識を拡張して点数を上げていきましょう。
で一方でですね、この参考書ですね、向きが結構できる人、つまりですね、10問とかセミナー科学で向きが完璧にできたよっていう人にもちょっとお勧めしたいことがあって、二次試験の論述の対応にすげえ向いてるんですよ。これ二次でこれよく論述で出てくるなっていう内容をですね、ちゃんとフォローしていてですね、読むだけで発見があると思います。なのでですね、科学の向き科学の何か一冊よりどころを持ってないよっていう人とか、向きの確かに論述気になるなっていう人は、ぜひこれを買っていただいてですね、もう覚えてる人だったら24問解くのは爆速で解けると思いますので、確認がてらバーッと解いてもらって、でですね、論述の部分ですね、先ほど言った計算ナトリウムの構造を書きますが、ケイ素って結構構造式の話って結構出てきますよね。ケイ素の問題って立体構造ケイ素を取りますが、それに関する構造的な問題とか、ケイ素って結構いろんな、分子式ですね、書くことができるので、それに関する問題とかっていうのは結構難関大で必須の内容にはなっていますが、そのようなテーマにもですね触れてくれているので、新研究とかまで来てやりすぎなので、きちっと入試で、ほとんどの大学完全に対応可能なレベルで考えると、この一冊完璧にするのが最も近道になりますので、ちょっと向きできるよっていう人もぜひ見ていただきたい内容となっております。ここからはですね、具体的なやり方を紹介していきたいと思います。まずですね、1週目はどうやるかというと、まずこれ問題が24問あります。その問題だけをやっててください。で問題を解いて軽く解説を読むと思いますが、その時にまあどこまで読むかっていう話ですけど、時間がある人はゆっくり読んでいただければ結構ですが、時間がない人は俗に読まなくて結構です。まずは1週目はもう答えを見ながらでいいです。問題ほぼ解けなくて全然構いませんので、問題を開いて、もうここの横のページに答えが書いてますから、答えと解説が書いてますから、綺麗にそこを読んでですね、きちっと一つ、あ、そうなんだそうなんだっていう風に初めて知る体験をどんどんしていってください。でまずは1週目それでいくんですが、まあ、1日に24問する人いないと思うので、例えば1日に3問やるとしたら、3問まず答えを見ますよね。答えを見て穴埋めをしていくと思います。で3問終わった瞬間に、まずもう1回最初のページに戻って、で今度は回答を見ずにやってください。回答を見ずに、つまり3問答えを見ながら埋めますよね。でその時に意識してほしいのは、次これ3問埋め終わった瞬間にもう1回1から0から1で解き直さないといけないぞっていう意識で解いてほしいんですね。そうすると覚えようと思うと思うんですよね。で復習っていうのは、見て、あ、そうだったんだ、不運が1回ではありません。完全に0の状態から1まで自分の力で復活、あ、完全に0の状態から1まで自分の力で、回答を書き上げたことで復習1回となるので、初めてですねやる人はですね、答え埋めていくと思うんだけど、それで1回とはしてはダメです。で1回やりきったなら、答えを見てやったなら、そっからまた最初に戻ってですね、次は自分の力で0から1まで回答を書き上げるっていうのをやってください。で3問答えを移した瞬間にもう1回同じ問題を解くわけですから、ほとんどの問題はですね解けると思います。そんな当たり前じゃんと思うかもしれませんが、案外やってみるとですね、8割9割取るか取れないかぐらいになると思います。人間ってそれぐらいですか記憶できないので、1回それをやってみてください。でおそらくですね、3問解いた瞬間にもう1回3問解いてもですね、多少間違うと思います。で間違えたら、そのまた閉じてですね、また閉じて、間違えたらまたその解説を読んでですね、でもう一回全部の問題を1から解き直してくださいっていうやり方で全問正解するまでやってください。が本当に解き終わってすぐにやり直すので、なんだかんだ長くかかっても4週程度だと思いますし、これでですね、何回も間違えすぎた人は2週目ですね、1回目答えを見ながら解いて、2回目、初めて0から1で答えを埋めていったところあると思うんですけども、答え見た瞬間だったから答え埋まったやつってあるじゃないですか。それが、3週目4週目でもきちっと確認できているってことは、結構覚えてるよねってことを確認できるので、間違いすぎてもそこまでへこまずにですねやってみてください。つまり1回の復習がどこまでで終わるかというと、0から1まで今日やった範囲が全問起こせたら復習完了です。そこまでやってください。なのでだいたい3問か4問、まあ多くても5問ぐらいのペースにはなるかなと思います。そういうやり方でまずは1周します。24問で24問1周し終えたら、次は何も見ずにもう1回頭からいきます。で次からはですね、間違えた問題にチェックを入れてください。チェックですね、1周目の時は答えを見て、でその答えを見て移して、でその次の瞬間にまた解き直すんで、別に間違えた問題にチェックする必要はないんですが、2週目1周そのやり方で綺麗に0から1もやり終えて、1周目終わった後の2週目は、次間違えた問題はチェックしましょう。次は例えば5問やろうと言って5問解いていって、間違えたのにはチェックして、で間違えた問題はさっきと同じですね、間違えた問題は解説を読んで、またすぐ間違えた問題、次は間違えた問題だけでいいです。1からもう1回解き直して、0から1まで完璧に起こし終わったら、その日の内容は終了という形でもう1周やります。で3週目何をやるかというと、3週目はあとはチェックついた問題だけが残っていると思うので、チェックのついた問題だけを同じようにバーッと解いていって、で1日の中で間違えた問題は完全に0から1まで自分が起こせるまで、まあ、周回するというやり方でやって、この1冊完璧にしていただけたらなと思います。そこまでやると、まずは24問を覚えることができるので、そこまでいけばセンターの過去問とか共通テスト実践問題集には取り組むことができます。で共通テスト実践問題集とかセンターの過去問のに入ったら、あとはですね、そこでうわこんなマニアックな知識、この問題集の問題にはなかったよっていうのはあると思います。そういう
ものはでもこの解説には絶対載っているので、あ、ここの解説に書いてるわということで、この解説にですね、センター何年とかですね、共通テスト実践問題集絶対第2回とか書いてですね、チェックをして何回も見て覚えるようにしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。向き科学結構何使ったらいいのって迷ってると思いますが、参考書結構見てきましたが、向きはもう本当これで決定だと思います。これをきちっと一冊やり上げてですね、共通テスト満点狙っていってください。分量もそこまで多くないので、きちっとやり上げることができるし、解説もきれいにまとまっているので、これをですね、向きの知識の核としてですね、頑張っていってください。記憶の核を作れっていうことですね。記憶の核をこれで作っていきましょう。はい、でこちらの参考書に関しては、今度ですねレビューしますね。向きのこのですね解放カードの方もレビューしますが、別にですね今からやる分に関してはこれ一冊でいいかなと思います。まあ、高1高2生で余裕がある人は買ってもいいかなと思いますが、別にこれ一冊でも全然十分対応できるので、これ一冊記憶の核作って頑張っていってください。本日も最後まで動画見ていただいてありがとうございます。このチャンネルではですね、受験勉強全般に関わることを論理的に解説するということをやらせていただいております。明日もあなたのお悩みを論理的に解決していきたいと思っておりますので、ぜひですね、今日高評価とチャンネル登録の方していただければ幸いです。また、僕はですね、シェアリングナレッジという教育サービスを運営しております。受験勉強の計画を論理100で立ててほしいなどありましたら、概要欄から1週間無料体験ご参加ください。いつもコメント高評価本当にありがとうございます。コメントに関しては全て返信させていただきますので、ぜひコメントいただければ幸いです。それではまたお会いしましょう。マイケル太郎でした。バイバイ。